ということです。ということですじゃないんだよ。何これいきなり。何が、あ、見えない見えない。なんかさ、今までそんななかったじゃん、そもそもこのめっちゃ似合ってるけどさ。あ、そう、うん、何この急に今までになかったパターンじゃない。っていうのもさ、はい、いつか決着つけたいと思ったわけよ。今回さ、これね、全部でね10万円かかってんのこれ。まあ直接対決だからさ、はい、やっぱこうナンバーワン決めるにはふさわしい舞台が必要だと思って用意したのよ。なるほど、カモン。ちゃんと日本一のディーラーも用意しました。すいません、なんかわざわざありがとうございます、はい、用意してんじゃないよ、ちゃんと全部を。やりすぎ。これマジこの間気づいたんだけど、俺横沢チャンネルってさ、横沢とひろきでやってるわけじゃん。横沢って日本人唯一のワールドポーカーツアーの、まあ、チャンピオンですと。でもひろきも WSOP さ、日本人最高位なわけじゃん。そうなんですよ。だから実はね、日本人唯一と日本人最高位がチャンネルをやってるっていうバチバチのチャンネルなことに最近気づいたんですよ。だから今日決着をつけましょう。ここで、はい、横沢が負けたら横沢は1年間日本帰ってきてはいけない。急に重くない？それはそうよ、だって世界のって歌ってんのに負けたんだから。確かに。俺負けたら何だっけ。もうこれはね、ものすごいの用意してます。何？仕事を辞めてもらいます。やだ。働いてるんですけどね、ひろき君もしっかり辞めていただいて。退職願いちゃんと書いてもらって出してもらいますので。まあでも覚悟は決めてきてる。あとはこの勝負に委ねようと思ってきてるから。やっていこうか、運命を決める戦い。重いな、でもマジでちょっとこれなんか空気が重いもん。なんならでも俺そのぐらい本気だからね。なるほどね。やっぱ人生かかってるんで、ひろきも。やりますか、運命の一戦。やるか。レッツギャンボー。うざっ。うざっ。かまされた可能性あるな、これ。市販で見たらかましてきたな、あいつ。
めちゃめちゃ真面目にやってるわだって国外追放されたくないもん。こんな真剣にポーカーしたこと今までないよ。ほんと？うん。まあ食かかってるからね。そう、人生かけたことないもん。間違いないね。キャンボキングテンレッチュちょっとちょっとえねえ、えおそこをなんとか。嘘やばい
メイクセンス。嘘やろ。勝った顔してたわ今。嘘。ちょっと不正でしょ、不正。え？よっしゃ。ちょっと待って。ちょっと待って。やば。めちゃくちゃ嬉しい。俺でもね、ここだけの話していい？ちょっと出る気がする。わかる。なんか楽しんでたし。あのさ、本当にさ、俺らさ、カメラ回ってるときおかしくない？おかしい。食べ食べのときも思ったけど。本当におかしいよ。すごいな、これ。マジで。お上手。ほぼ5万だね。うわぁ、元に戻されたわ。9000から。マジかよ。よし、こっから再スタートやな。強いよ。明らかにヒロキの勢いが落ちてきてるな。ね。アグレッションは上がってんだけどね。確かに。お互いでもちょっと、お互いの打ち方に慣れてきて、ちょっとずつプレースタイル変わってきてるよね。変わってる変わってる。それは感じるわ。めっちゃ感じる。わかる。
たな。これ。よっしゃーよっしゃーめちゃくちゃ犬頭抱えるやん。おいヒロキ、エースハイのストーンコールドブラフで職を失う気持ちはどんな気分だ？最悪鬼のようなブラフしてきた。やば、これめっちゃ気持ちいい勝ち方したわ。メイクセンス。下ろせると思った？うん降りてよ。いやもうなんかね、感じたよね、この感じた。いかにもブラフするハンドありませんみたいなボードでヒロキってブラフしてくるイメージある。わかる。要するにお互い様だから。お互い、確かにお互い様だね。横さん習ったの俺。いや気持ちいい、このこれマジか。お前の勝ちだ。世界の横沢チャンネル、シッシュ。すごいよお前はすごい。皆さんご存知のように横沢は死にかけてるんですけど、流れ変わった可能性あるね。というわけで横沢とヒロキは横沢の方が強いということになりました。すいませんでした。まあめちゃくちゃ鼻がテーブルに激突してるけど、ガチ嬉しいんだけど本当に長時間のこの死闘を制した喜びでかいわね。危なすぎるわマジで。9300万円追い込まれてギリや。人生そのものじゃん。まだまだこれからだね俺の人生。超気持ちいいわ。やっぱポーカーって楽しいね。ポーカー楽しい。ただし約束通りお仕事の方は辞職ということで。嘘じゃん。やった、もっと動画上がると思ってるだけだもんみんな思ってるそれは多分。よし、とりあえずコンビニバイト申し込むか。ジョブチェンジしろって言ってんじゃない。あの集中してっていう、この横沢チャンネルにね。いい機会じゃないですかこれで。踏ん切りついたでしょ。いや聞いて、はい、一つだけどうぞ。待遇あ、横沢チャンネルでの、うん、その辺はちょっとやっぱよく話し合ってリアル感を出すんじゃないじゃあやめます。お、教えるからポーカー。この後僕と一緒に世界を旅してポーカー強くなってもらって、またあのリベンジさせる機会をね与えたいと思いますのでこの犬で悔しがってるのめっちゃおもろいんだよ次は負けないからな。いいでしょう。レッツ辞職。最悪だ最悪だよと